柄馬券、あるいは柄は、馬券の一形態。正式には、ダブルセリング、ロッタリー略して、ロッタリー、あるいはスイープステークス方式馬券とも言う。日本では、明治時代に発売された馬券の一種類であり、現代では見ることはできない馬券である。競馬にかける方法の主なものとしては柄以外に、パリミューチュエル方式とブックメーカー方式がある。は購入した時点では、 自分が買った馬券が、どの馬を対象にした馬券か決まっておらず、馬券購入後にくじ引きで、自分の馬券に対応する馬が決まり、レースでその馬が勝てば、配当を得られるという仕組みである。馬券に対応する、出走馬を決めるくじ引きでは、番号を書いた木札を入れた箱を回してから木札を取り出すが、この際にガラガラと音がしたので、ガラ馬券という。日本では、 明治時代の横浜競馬場を運営していた日本レースクラブが柄馬券を発売し国誕期間だが1906年に池上競馬場を運営した東京競馬会でも発売された日本レースクラブも東京競馬会も柄馬券のみを発売したわけではなく柄馬券と勝馬を予想して指定するパリミチュエル方式の2方式を併売していた 公術するように馬券のオークションが行われて、客同士での駆け引きが行われるためパリミューチュエル、方式とは違った面白さがあるが、不正が入り込む余地が大きく、実際に不正が横行した。また、明治から昭和初期までの馬券は、建前としては、馬筆改良の支援のための、馬筆の鑑定技術向上のための投票ということになっているが、勝ちそうな馬を予想して、 馬券を買うわけではない柄馬券は、建前としての馬質改良への支援の趣旨にも合わず、そのため勝ち馬を予想して買うわけではない柄馬券は、日本では明治に発売されたのみであり、大正以降から現在に至るまで日本では柄馬券は発売されていない。しかし、現代の競馬をはじめとする、公営ギャンブル、数字選択式宝くじスポーツ振興くじはすべて、 アリミチュエル方式が採用されながらもランダム方式の投票券、くじ券の販売が禁止されているわけではなく、購入式別と購入金額、口数を指定した上で買い目の一部あるいは全部をコンピューターでランダムに決定させるクイックピック方式が一部で導入されている。ランダム方式が採用されている馬券は、日本中央競馬会が発売するウィンゴ並びに一部の投票所で対応している。 クイックピック馬券がこれに当たるが、いずれも購入者が任意の買い目を指定できるにもかかわらず、購入者の意図により買い目の一部もしくはすべてをコンピューターにランダム決定させるものであり、ガラ場券とは異なる。対して、ビッグのようにランダム方式でしか購入できないものが、ガラ場券に近いものであるが、購入時点の売り上げ状況、オッズを考慮して、買い目を ランダム決定するものではなく売り上げも締め切り時刻まで不確定であることから的中者、当選者の数はレース結果、抽選結果によって変動する。しかし、オートレースにおけるインターネット投票限定の当たるんですは完全ランダム方式であるが、よえ、小短式で考えられるすべての組み合わせ数と同じ、口数の購入予約が集まった時点で購入が成立し、 その時点で初めて買い目が重複することなく、指定されるという柄バ券に類似する方式が採用されている。柄バ券の仕組みを池上競馬場で行われていた例で外説する。例として、ここでは競馬の出走馬は3頭とする。ただし、例なので出走馬を少数にしているが20頭以下なら何頭でも可能。競馬主催者は1から20までの番号が記された。 馬券20枚を各1 0円で発売する。馬券の販売が終わったら、出走馬に対応する馬券をくじ引きで確定させる。仮にくじ引きで、馬 A は、馬券16番、馬 B は、馬券5番、馬 C は、馬券19番になったとする。この時点で、馬券5番と16番、19番の3枚以外の17枚の馬券は対応する馬がいないため外れである。その後、実際に、 馬の競争が行われ、馬 A が1着、馬 B が2着、馬 C が3着になったとする。すると、馬 A に対応する馬券16番の所有者が1着、配当120円を受け取り、2着の馬 B に対応する馬券5番の所有者が2着、配当60円を受け取る。3着の馬 C に対応する馬券19番の所有者は配当なしである。 馬券販売総額200円と配当合計180円の差額の20円は競馬主催者の取り分である。しかし、これだけで終わるのでは、単なるサイコロ爆地と対して変わらない。馬券を買う際には出走馬の研究や勝ち馬の予想は無関係で、馬券購入者にとっての勝ち負けは単に苦渋だけである。そこで、ギャンブルとして面白くするために出走馬に対応する馬券が、 くじ引きで確定したら、馬券のオークションが行われる。先ほどの例だと、馬 A は馬券16番であるが、馬券16番の所有者は、馬券16番をオークションにかけることができるのである。馬 A が強い馬ならば、馬券16番は高く売れるだろうし、オークション参加者は、馬券16番を高く買っても馬 A が競争で買って一着、配当120円を受け取れる確率は高い。 馬券16番の所有者もオークション参加者も配当額と馬映が勝つ確率とオークションでついた値段を見比べて売り買いを判断することができるのである。当然に馬券所有者は期待値より高ければ売り、安ければ売らない。オークション参加者は期待値より安ければ買いである。この際馬券16番の所有者はオークション参加者に 馬 A が勝つ確率が高いように思わせて高値で馬券を売りたいし、オークション参加者は馬 A が勝つ確率が低いと馬券所有者に思わせることが有利になる。馬の強さの検討、かつ確率予測だけでなく、そこに客同士の駆け引きが入り込むことでギャンブルとしての面白さが増すわけである。逆に弱い馬 C に対応する馬券番の所有者は安くても 馬券19番を売ってしまうこともあり得る。オークションで安く馬券19番を買った人は、海よく C が勝てば少ない投資で、高い一着配当を得られるわけである。この際も、馬券19番の持ち主はうましいが実際より強いように、オークション参加者に思わせることで、オークション値が上がり利益が拡大する。競馬主催者は、実際には1から20までの番号が記された。 馬券20枚を一組として多数の組数を販売するわけである。また、出走馬数と馬券の番号数を合わせることもあったという。この場合は、競馬出走前に外れ馬券と確定することはない。柄馬券には、パリミューチュエル方式より不正が入り込む余地が大きい。上の例で言うと、強い馬 A の馬種 X は、弱い馬 B、C の馬券をオークションで安く買った上で、 実際の競争では馬 A の出走を取り消すのである。すると X は安い投資で合計180円を得られるのである。実際にガラバ券が発売されていた横浜競馬場や池上競馬場のレースでは有力馬が競争の直前で出走取り消しすることが横行したのである。日本の競馬の黎明期である1865年の時点でロッタリーの不正に警告が出され、 1871年には有力馬が大した理由もなくレース発送直前に出走取り消しされることが目に余っていたという。1906年の池上競馬場のガラバ県発売では、たったの1回の発売でガラバ県の社交性が問題になり、ガラバ県は禁止された。満州国や上海でもガラバ県は発売されていたが、 大陸におけるガラバ県は当たる確率が非常に低い代わりに高額の配当が得られる、賭博性の高いものであった。上海ではイギリス人が経営する上海競馬が行われていたが、1937年、五郎には上海競馬は5月と11月に各3日競馬が行われ、その3日目にチャンピオンレースが行われ、ガラバ県が発売されていた。 上海のガラバ券は一枚十ドルで十万枚の馬券が発売される。馬券の発売が終わると番号がついている小さな玉を抽選機に入れガラガラを箱を回して小玉を取り出す。出走馬は大抵の場合十頭なので抽選によって馬 A は三万五千九百八十四番、馬 B は一万二千九百六十八番、馬 C は九万六千八百七十三番。 と言ったように割り振る。10万枚の剣に対して、馬は10頭なので、抽選の段階で99,990枚は、外れになる。その後実際に、馬の競争が行われ、競争で1位になった馬にはり振られた剣には25万ドル、2位の馬にはり振られた剣には10万ドル、3位から10位までだと1万ドルが配当される。1頭を得られるのは10万枚の中で1枚だけだが、 その代わりに2万5千倍の配当になるわけである。馬の競争が始まる前に、柄に当たった馬券の売り買いが行われ、雑誌にも1枚5万ドルの値がついた様子が書かれている。安則11年の法典競馬のユラアヤ表日本では、明治時代だけで行われ1908年からは、禁止された柄馬券も、満州国では発売されていた。満州では、ユラアヤ標と呼ばれ、 正式には、景品付き入場券といった。ユラーヤ票は、競馬場以外の支柱でも売られ、ユラーヤ票が発行されるレースは指定されていた。日本国内では、馬券は1枚5円あるいは10円と、高価な値段が強制され買える、枚数1枚だったが、独自の法律を持つ満州では、ユラーヤ票は1枚2円で無制限に買えた。また、日本国内と違い、満州では未成年も、 馬券を買うことができた。ユラアヤ票は中国人にも人気があったという。すべてのユラアヤ票に番号が付けられている。発売した数千あるいは数万枚のユラアヤ票の中で出走馬に対応するだけの枚数が選ばれ、馬番が割り当てられる。発売が1万枚で出走馬が10等ならば、くじ引きの時点で10枚が当選になり九百九十枚は外れになる。 当選した、ユラヤヤひは、それぞれが、出場場の中のどれかの馬に割り当てられる。その後、競馬が行われ、馬の順位で、当たり馬券が決まる。一等では3万円から4万円という配当になる。満州のユラヤヤひは、実質は、宝くじと言っていい馬券であった。ユラヤヤひは大の他に、中小の3種類があるが、中、 賞のゆらあや表は当選金は少額になるが、当たりやすくなっている。また賞金は少額だが、前後賞なども用意されていた。早坂1989、101ページ。AB とち九百1991、62から69ページ。ABC 山崎2010、135から147ページ。AB ひ九百1997、22ページ。 AB 立川2008,228から230ページ。柄は禁止穴は目標す。東京日野で1907年5月9日。新聞修正明治編年史。第13巻しらす1937,149から151ページ。AB 外地及び満州国馬寺調査書。432から435ページ。ありがとうございます。